こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、リーガルケース前に行きそうです。メジロマックイーン、それに続いています。さらにはメイクカーソン、13番、ジェネラス、その後ろ後方に控えたのがパノラミック。では前の方からリーガルケース先手を取りました。その外にスティットイール、並んで11番、メジロマックイーン、内からはテリモン、その隣にメイクカーソン、その横にオード、シェーンブライス、この馬もこのグループ。その外にシュボティカ、並んで7番、ウエストフォーフェイム、ベルメッツ、この馬もこのグループ。すぐ隣にヘッドエクスプレス、その横にマスタースプリング、スーパークリーク、この位置です。その隣にモリーブバトラー、しんがりからパノラミック。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からメジロマックイーン、先手を取りました。その後ろからはリーガルケース、その隣にジェネラス、その横にスティットイール、シェーンブライス、そのうちに続いています。その隣にペリモン、その横にオード、すぐ後ろにシュボティカ、その隣にウエストフォーフェイム、その横にヘッドエクスプレス、メイクカーソン、この馬もこのグループ。スーパークリーク、後ろからオリーブバトラー、そのうちに続いています。さあ先頭は依然として11番、メジロマックイーン、スティットイール、ほとんど差がありません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。メジロマックイーン先頭、差はほとんどない。2番手はリーガルケース、先頭を捉えるか。スーパークリーク、まだ後ろちょっと厳しいか。リーガルケース、いっぱいになった。先頭はリーガルケース、リーガルケース、先頭、2番手はメジロマックイーン、追いすがります。スーパークリーク伸びてきた、ここから勝負をかける。あと 200m、 リーガルケース先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。メジロマックイーン必死に追いすがります。残り 100m、 残り 100m、 リーガルケース先頭、ジェネラス食らいつく、リーガルケース粘る、外から一気にシュボティカ、リーガルケース、リーガルケース、1着、2着は微妙です。勝ったのはリーガルケース、見事な勝利です。こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはタケデンファイター、綺麗なスタートを切りました。リバーストンキング、前に行きそうです。これに続いてタケデンファイター、その外にオサイチブレベスト、青の帽子ヤングカブト、その後ろ内からはケアレスディバイン、栄光トランス、すぐ後ろ青の帽子シネマセンチュリー、その後ろすぐ隣にロスパッション、これに続いてアウトラン成功、最後方にクラウンウィンド、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度3番リバーストンキング、依然として先頭、その外にハローキャット、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてリバーストンキング、ハローキャット、ほとんど差がありません。オサイチブレベスト3番手、さあタケデンファイター、前を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はタケデンファイター、オサイチブレベスト、その後ろ、さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭はタケデンファイター、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手は栄光トランス、必死に追うタケデンファイター、2番手は栄光トランス、タケデンファイター、1着タケデンファイター、完勝タケデンファイター、1着、2着は栄光トランス。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはタケデンファイター。
さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はミホノブルボン、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はAP ジェット必死に追います。この差は果たして縮まるか。やはりミホノブルボン先頭だ。後続は大きく離れました。2番手はダークジハード、ミホノブルボン今ゴールイン。段違いの強さです。ミホノブルボン1着、2着はダークジハード、1番人気に応えました。ミホノブルボン見事です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったセイウンエンパイア、ダイワゲーリック先頭、2番手はセイウンエンパイア、追いすがる。さあムービースター一気に来た。ダイワゲーリック先頭、差はほとんどない。ダイワゲーリック厳しいか。ムービースター差し切った。ムービースター1着、2着は微妙です。まずは前哨戦を制しましたムービースター、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。